なんかあれだね。雨降ってるかな。なんかジメジメしてるわね、コメントがね、気持ち悪いな。いい加減目開けろって。エミちゃんお茶ばっかりやって、もうずーっと朝から目開いてるけどね、逆に閉じてないけどね、ずーっと開きっぱね、もう目乾いちゃってる。首はどこって、ここライン、今髪に隠れてるここ、スッとピサのシャトーみたいな、スッとほうれい線がすごくない？だって37歳もうおじさん37。その服買って万引きなんかしない、洋服ね、自分でも買わない、もらったもんに決まってんだろ。おっぱい何カップ？ D カップ。大きくなったワンカップ、昔 C カップ。そこまで太ってワンカップって、そこまで太ったことあんのか、経験したことあんのかよ。20キロ太ったこと、太ったことないんだったら黙ってる。もう30分経っちゃったじゃん。もう髪乾かしてもう何分かかんのよこれ、本当に。もういいやこのまんまね。もういいや、半乾きだけど、どうせカツラかぶんだから今日ね。ピノキオの歌マン、自由ってやつは楽しいもんだぜ、なんて素敵な世の中だろうってね。ちゃんちゃらなんちゃんちゃん、ちゃんちゃらなんちゃんちゃんってね。僕も昔は幸せいっぱいとか言ってね。知らない？今の若い子は知ってるかな？鬼のパンツの歌とか。知らないかな？鬼のパンツはいいパンツ。強いぞ、強いぞってね。ちゃんちゃらん、ちゃんちゃらん、ちゃんちゃちゃんちゃちゃんの歌に似てるよね。顔赤いよ。やだ、惚れちゃった。恋しちゃったかも。春、もうすぐ春だしねってね。花粉症かしら。クシュンクシュンみたいな。自由ってやつは楽しい。ボンダンスなんて素敵な世の中だろう。だけど僕は幸せいっぱい。笑い色の夢叶えてくれる。Woo！ 1、2、3、4 1、2、3、4ってね。鬼 VS リスナー、イエイ、スタート。さあかかってこいや。ああ、かかってこいや。どうぞ。怖いのかな、不戦勝かな、テンションになっちゃうかな、これ。で、3人でやるかも。あ、そうなの。じゃあさ、これ私、水を私にぶつけてよ、これ本気でなるから。あー、怖い、本当に逃げた。よくやる、鬼は返し返し。ちょっと待って、分かってるやん。めっちゃ怖かったんだ。怖がってる。いいよ、もっともっと多いね。あ、いって。痛い。これダメな。これちょっと、なんか割れちゃったもん、ほら、と。ほら。お面割れちゃったよ、カスみたいに出て、ほら。もっともっとお願いします。コメントしてる人、ケツラインに来てください。こんな感じですよね、大体。
そう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 。いつも食事ハンの代わりに来てやってんのによ。あたしには何も恩恵がねえよ。いつもいじめやがっておめえよ。ねえねえよ、もっと吐き出して。もっと。いつもやってんじゃゲブ。早くやめろ。だいぶもっと吐き出して。料理配信が汚いとおめえも十分汚いんだよ、おめえ。もっと滑舌よく。もっともっと。うわハハ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 ハみんな、みんなが言いたいこと言って、もっと言って、もっと言って、みんなが言いたいこと。わかりました。じゃあ、はい。はい。もう、コントコント。はい。歯抜け歯抜け歯抜けいや、歯はあるけどね。え歯はあるけど。あった？ありますよ。ちょっと見せて、久しぶりに。歯あるあれ、ホワイトニングしたしたよ。もう綺麗になったのか、歯が歯抜け歯抜けって歯あるわ。あんたにみんなの健康階級がいつの間にか、なんか綺麗になって、なんか真っ白じゃん。あんたは、ね、知らないのには多い。はい、そのなんか不服そうな誕生日表情不安になってたんだよ。これヨギママに会いに来てるわけじゃないからね。勘違いしないんだけど。いや、もういけねえじゃん。大丈夫だよ、俺。ヨギちゃん、逆に帰ってもらった方が来るんじゃない。また人のせいにして。だよ。いや、もっとして僕らの服を置いて、なんか文句言いながら殴って、ちょっと待って、もう一回聞こえるように、なんだって気持ち悪い、早く。日常な思い切っていただいて失礼します。文句言わない。もう彼氏の文句、彼氏の文句、彼氏の文句言って。いや、ないです。ないのか。怪我ない。何何もない。やばいことよ。コロナ早く収束しろ。怖い怖い怖い。昨日すもんだね。怖い。やだ。ナナちゃん大好きだ。頑張ってください。これはどっちが勝ちかな今日。リスナーさんだろうね。ああ、やっぱ勝てないな、リスナーさんにはな。いいじゃん、みんなさ、スッキリして書いたんだよ。私が殴れないからさ、リスナーのことね。私はボコボコ書かないかけど。壁に来たでしょ、一緒。あんまり遠くなんないようにしてね。ゆうちゃん。え、来た遠くなんないようにしてね。ゆうちゃん。ゆうちゃん。ゆうちゃん。うわ。今日お風呂入った？毎日入ってる。入ってる。あんたも毎日入ってるのや。おい、早くよ。はい。何ちゃんっていうのかな？ここです。ここ。うわぁ！うわぁ！びっくりした。あ、あれだ。ああ、ちょっと。本気しない。ちょっと汚れ。なんなのこの M 企画。何これ、ね、私が喜んじゃってるだけなの今日。鬼のうち。バラ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 。大丈夫じゃん。立ち上げ。この顔嬉しそう。嬉しい。汚れ。硬いけど素敵。ヨギちゃん硬いね。硬い。硬めなの。がっしりしてる。私の方が柔らかいの。すごーい。じゃあねー。I love you so much. Come back, come on now. いただきまーす。ヨギちゃん何これ、クリーミーフィレサンドしたの？クリーミーフィレサンドとポテト。足りる？うん。
この和風カツと辛いやつと、なんかタイ食べる？いや、タイ食べれないあ、だけタイも、うん、じゃあ食べるあんまり好きじゃないのタイ。本当はね、即配信したいんだよ。ん？即配信はしたいの。でも、やっぱ殺気を感じるからね、視線が。やっぱ都内ね、ピリピリしてるわ、みんな。そう、うん、人がいないのに、なんでこいつ配信してんの？なんじゃん。でも人いたよ、結構この辺6本。時間とかにもよるのかな。時間にもよるね。なかなかね、そうはいかないな。この間ライブはどうだったの？どこでやったのライブ？ライブはね、袋。池袋でやったの、うん、あれをスタジオをステージに見かけてやってるんですよ。うん、無観客なの？無観客、全部無観客。へぇ、当面はそうだよ、もう。あれって何のためにやってるの？あれ、いや、あれはやりたいからやってるの。何のためにやってるのって、あんたバカ。だってスタジオも兼ねてお金もかかんのに。元は取れるから。なんで？お茶箱で。うん、まあそうね。お茶箱とボール、エンターテインメントとしてね、一応。だってふがふが言ってる人は6万円やんないでしょ、まだ。新しい売り方よ。これ美味しいんだよ。うん、すごくね、チキンとしたコロッケが入ってるんだよ。すごいよね。すげえよ、これボリューム。食べづらいんだよ。食べづらいな。僕ちゃんね。うん、うん、うまい。私このピリ辛のやつ食べてみようかな、これ。なんだっけこれ、ホットチキンだっけ。ジンジャー、海外のジンジャーホットチキン、結構ジンジャーホットチキン、うん、うん、本当ジンジャーの味がする。美味しいじゃんこれ。ジンジャーの、ジンジャー、生姜の味する。美味しいね。そう、結構なんかポカポカする感じ。まあ、じゃあ、ホットになるんだね。生姜のね。温めるわ。生姜はね。美味しい。いや、骨なしだしね。食べやすい。あれ、なんだっけ？ランちゃん、なんだっけ？ん？ん？何の話してたっけ？ああ、東京。何で都内に引っ越す？でもここも結構いい駅だよ。めっちゃ、だって何でもあるし。まあね。ただ引っ越すのは大変そうだな、東京からは。遊びに来るのにはいいかもしれない。来るのはちょっとね。どうやって来たの、池袋か。あ、じゃあ新宿から横浜、横浜から。あれ結構遠かったね。1時間半ぐらい。1時間ぐらい。いや、配信見ながらさ、なんかさ、来てたなんか、ね、鬼のメイクしてか笑いちゃった。なんで毎年来るのこれ。面白くない。面白いもん。うん。還元期待みたいな感じがある。10年後か、10年後なんて想像つかないからね。もう50近いよ。そうだね。多分車椅子じゃね。ヨギママはなんかあれだよね。半分ロボットになってそうだよ。やべえ、クエクエって歩いてるもんね。お金持ってるからさ、半分ロボットにしちゃう。老後どうすんの？一人で暮らすの？そんなこと全然考えてないんだけど。もう40じゃ考えた方がいいっけ。あと20年だよ、もうだってあと年金だよ。いや、早いよ考えんの。あっという間じゃん、20超えてから。30、40。老後ってだって60代ぐらいの人が考えることでしょ。いやいや、今はもうそんなこと言ってる場合じゃない時代よ、今度。いや、早すぎなのだって。だって周りに同い年ぐらいの人ばっかじゃん。ファミリーマート5軒はしごしてたんで。あ、これ言う。知ってんだよ、おめえよ。じゃあいいんだよ、おめえ。ねえ。どういうシフトなんでね。全部違う店舗なんでしょ、だって。5店舗。そういう時期もあったよね。だって昼と夜と
朝しかシフトない3でどうやってボケ回すんだろう。ヨビちゃんは老後はどう考えてるんですか。カレピと今日愛する人と暮らすわ。一緒ね。もう今日決めてるわ。あと養子取って子供を育てていくわ。もう決めてるわ。前でもなんかね、どこだっけ、渋谷じゃなくて、ナナちゃんもあれでしょ、彼氏と最後一緒にいるんでしょ。横浜来月かね。ん、横浜来月かパートナーシップ今月かな。誰と一緒になるとか相手言うのか、お前。あ、ゆうたくんやって話に言ってたの。なんか僕はそんなえ、でもイケメンなんでしょ結構。なんか若いんしてよ。やべ、一緒にやって出会い系最初くらいやってみろよ。やったことあるの。20代の時はね。何やってたの。メンミクとか昔ね。リアルメンズミク。ななちゃんさ、メンミクにさ登録してたっしょ昔。いや、ミクシーもやってたし、メイムクもやってたよ。なんかあの、マサクの時の男の時の写真めっちゃく見覚えあるね。メイムク、うん、あるだから、ああ今思えばほとんどやってたもんだって。メンズネットジャパンもやってたし今暇掲示板 75TM もやってたし、恋愛するやんいや、それこそスタービーチもやってたし。何それって、あのゲイの出会い系。出会い系これこれこれが食べたかった。和風これ大好きなの。美味しいよね、和風カツ。美味しい、甘くてで、マヨネーズが合うんだよね、うん、うちはもう年食ったね。なんかさ、そうさ、老後みたい、老人みたいな会話やめようよ。もっとフレッシュな会話をする。フレッシュじゃん。もうあんた現実問題だよ、ね、おじいちゃんおばあちゃんじゃないのかね。フレッシュ、どこにフレッシュあんねん。なんかほら幸せそうだよね。ん、幸せそうだよね。幸せそう、やばいよね。もう令和だもんね。早いな。何が分かんない。もう令和だよねってどういうこと。いや、あくまにか昭和平成こう超えてきちゃうけど。僕の昭和3年までだった。いや、違うけど。何年前で昭和。ん、56。 56? 1900? 何年か。81。伊藤は鳥。身分証は見せねえよ。見せねえよ。おめえ探すだろ、すぐよ。ヨグちゃん寂しいんじゃない。お家遊びに来る。いいわよ、もう今日時間ないもん。どうせ暇だろ。なに泊まってけばいいやん。どうせ暇なんだろう。これさ、昔の宇多田ヒカルみたいな。で、これ何これ、だけどそれじゃ苦しくてみたいなね。こんなやつ懐かしい。で、なんで最後に酔っちゃうかしら。これわかんない。マリリン・マンソンがこういうファッションしてる。あ、マリリン・マンソンなんだ。結構なんかマリナ。じゃあ、ななちゃん気をつけて帰ってね。本当に帰っちゃうの。あ、送ってきますよ。あ、池袋で。え、池袋、池袋、え、池袋からここまで。そう、まあ、ななちゃんまた連絡よ。ヨグちゃん大丈夫なの。うち泊まんないの、うん、なんで。どうせ暇なのに。あ、そう。ヨグちゃんどうせ暇。かわいいよね、ヨグママ。ファッショナブルじゃない、意外とね、うん、この街にいないタイプのファッション。ヨグちゃんまだね。ヨグちゃんと写真撮るの忘れちゃった。あ、大成功だね。いっぱい来てくれたしね。ヨギママ絶対暇だよね。